おはようございます。夏子です。今日はですね、引っ越しの日なんですよ。ね、見ての通りこんな感じで段ボールがたくさんあるんですけれども、まずね、まだ朝の、ちょっと待ってね、今は朝の、あれ時計なかったっけ、携帯あった。今は7時24分ですね。ということで、まだね、段ボールがこんな感じでたくさんあるんですけれど、今からちょっと一回自分たちのレンタカーした車で引っ越しのところに行きます。そして鍵をもらって、貴重品はねやっぱり預けられないので、その分は自分たちで運んで、またこっちに戻ってきて、午後1時から3時ぐらいの間に業者さんが来るっていうことだったので、あとはね、大きい家具とか他の段ボールとか、あとこういう冷蔵庫とかもまだありますので、そういうのをお願いしようかなと思います。あれから夜になりました。見てください、ほら物がないでしょ。そんな感じで荷物がなくなりました。また後日綺麗にしていきます。あとあの辺とかね、飲み物残ってるんで、あと掃除機もあるし、最後の最後の片付けです。こっちもね、ちょっと暗くて見えづらいけど、全部持ってってもらいました。また後ほどルームツアーはしたいと思います。それじゃあまた次の動画で、あ、まだまだ続くよまだまだ続くけどね、一旦これはこれで閉じます。ではバイバーイ。はい、ということで、見てわかりますように、引っ越し終わってから3日目です。引っ越したその次の日から私仕事だったんですね。なのでちょっとしばらくね、ちょっと期間が空いてしまったんですけれども、今日は10月28日になります。今日鍵のね、引き渡しとか、あとはなんだろう、最後のまだね、引っ越しの時に全部物を持っていけなかったんですよ。なのでその分の物を今日はね、あの車に積ん で鍵を引き渡して終わるっていう感じになります。今日はもう住んでるところ最後なので、お弁当を買ってきました。私が住んでる地域はすごく有名お肉屋さんがあって、そこのね、お弁当を今回そう、引っ越してきてね、まだね1回も買ったことなかったんですよ。ちょっと最後だからと思って、あのお弁当をね買ってきました。だからちょっともう12時半過ぎてますので、お昼を食べて午後掃除していきたいと思います。お弁当はちょっと偏っちゃったんだけどね、120っていうのにしてみました。ちょっとがっつり系なんですけどね、これ食べて掃除頑張ります。うまっ。ちょっとね、あの大急ぎなんですよ。なんでかっていうと、3時から5時の間に鍵の引き渡しと、あとガス会社が来るんですね。だからその間に、まあ、2時間もあれば終わるかな、掃除ね。見て見て、おいしそう。うん、おいしい。肉もでっか。お肉屋さんで本当に有名で、豚肉だったかな、めっちゃ柔らか。あ、もうお箸で切れる。あ、ごめんなさい、言ってなかった。あのね、今ちょっと家具が何にもない状態なので、立って食べてます。すいません、興味が悪くて。はい、じゃあちょっとゆっくり食べたいと思います。ということで掃除が終わりました。あとは残った荷物をまとめて車に詰め込むだけです。ということで、ちょっとここで前の家のルームツアーをしたいと思いまーすはい、ではね、ルームツアーしていきますね。ここですね、玄関です。ここ玄関入ってきて、すぐこっちにちょっと小さい部屋、3畳の部屋がありました。ここはですね、荷物置きとしてこの部屋は使ってましたね。そしてこう出ると長い廊下があります。
まずこちらの扉ですね。こちらには物は残ってるんですけど、ここに洗面台、そしてこっちがお風呂場になります。お風呂場を出て、お隣こちらはトイレです。トイレで、こちらがメインのリビングになります。リビングはね、長方形の形のリビングでしたね。そしてあとこちらに行くと、ここはキッチンになります。キッチンも結構広くて、こんな感じですね。こんな感じのキッチンです。で、キッチンを入れて、リビングを入れて、まずこっちから行きましょうかね。こっちは寝室でしたね。こんな感じで広い寝室でした。そう、ここね、大きい収納スペースがあって、ここにあの洋服とか布団とかしまってましたね。中はこんな感じです。奥行きがある収納で、ちょっとね、使いにくかったかな、奥の方を取るときはね。なんでかっていうと、扉がなんせここまでしか開かないので、ここの下に荷物を置いてしまうと、ここのあっち側、ドアのあっち側のこの辺の洋服が全然取れなくて、ちょっと苦労しましたね。上に物はないと思いますが、上にあのバッグとか置いてましたね。では次、こちらはそんなね大きい家ではないんですけど、はい、こちらはアンティの書斎、仕事部屋として使ってましたね。ちょっとさっきの部屋よりかは小さめなんですけれど、こっちも収納スペースがあります。こっちです。で、ここもね、結構収納スペースがあって、ちょっとね、ここね、物が入ってるんですよね、まだ。なので本とかなんですけどね、まだこんな感じで物が入ってるんです。なんでかっていうと、引っ越しの時に全部持っていけなかったので、掃除の時にまた持っていくって感じですかね。本当はね、引っ越しの時に全部持ってってしまえば楽なんですけれど、ちょっとそれができなかったので、はい、今日全部これを持っていきますっていう感じかな。はい、という感じでルームツアー終わりました。どうだったでしょうか。私たちは今回都内にね住んでたんですけれども、初めてこんな大きい 3LDK っていうところにマンションで住んでいました。次に引っ越す家はですね、もちろん決まっていて、あの部屋もねまた紹介したいなと思うんですけれども、次回の動画で見せたいと思います。まだね、片付けとかも全然終わってないので、そちらが片付いたらあの紹介できればなと思います。ということで、こんな感じで、まあ、引っ越しとか掃除とか動画を撮っていきましたが、どうだったでしょうか。もしこの引っ越しとか大変そうだねと思ったら、ぜひいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。カゴの搬入が続々と始まってます。搬入は初めてです。私たちはもこんな感じで階段に搬入されております。洗濯機はもう入ってます。マンティは1階で指示を出しております。楽しみだね、どうなるか。